やっぱりね、絵を描く、そしてクロッキーをする時のコツ、これですよ。難しく考えない。初心者の方、どうしてもね、難しく考えすぎちゃう方も多いと思いますが、時には難しく考えないようにして描いてみましょう。ということで、モチーフ定番のリンゴ描いてみましょう。リンゴというと丸いんですけども、こういう形です。リンゴ、これわかりますよね。みんなリンゴってこんな形してるよって。これがわかった方もう勝ちです。どういうことか、やってまいりましょう。こうですね。はっ、こういう立体、これをね、こうなぞっていくだけなんです。こうやってリンゴってこういう形してるよね。はい、してます。で、まあ光ちょっと、そうですね、こっちから当ててみますか。光すると、こっちちょっと暗くなるかなーっていうので、暗くします。形取りながら、ついでにちょっと陰影もつけていくと。はい、でこう合わさっていく。合わさったここに、こうヘタっぽいのができますよねって。はい、ヘタ描きます。で、左光源なんで右暗いよねと。で、こうですね、こう、まあ、へこみがあると、こうぐるぐるぐると。はい、この辺一番光が当たるようにしましょうかね。とすると、はい、今皆さん想像してる形っていうのがあって、それがぐるぐるぐるってまとわりついてだけと、こういう丸さ、縦の丸さ、これを合わせていく、組み合わせて積み重ねていくと、自然とそういった形は生まれます。で、こうね、クッと奥に入ってるんで、ここ、こう暗くなると。すると、どうですかね。こう、クロッキー的な描き方だけど、さっと描いただけでも、なんかさ、ちょっとそれっぽく見えませんっていう話ですよ。これがね、絵の捉え方の基本です。デッサン的な基本でもあるし、もう根本的な絵の描き方、捉え方の基本です。もうこんだけ。ただ、なぞるだけ。皆さんがイメージしてるこういう形をただなぞるだけです。そうすれば自然と絵というのは浮き出てきます。なので訓練はいるはいるんですけども、すごいね、線画とか形しっかり捉えてどうしようとか難しく考える方多いんですけども、はい、基本はね、そんな難しく考えるんじゃなくて、ただ形をなぞるだけです。それで自然とできるので、ぜひ皆さんもね、ちょっとこういう捉え方やってみてください。それではお疲れ様でした。